ズムパートナーズの森です。今回は関森石というね、お話をいたします。関森石ね、もうね、サムネイルにもあった通りね、見ていただいた通りの石という風な感じなんですけれども、あれね、何なのかというところからね、少しお話しするんですけど、あれね、日本庭園とかね、ああいうところでね、飛び石の上に置くものという風なね、感じですね。一般的にね、あんまりね、その自分の家の庭にね、置いたりするっていうのはね、ないのかなと思うんですけれども、まあ一応ね、まあ置くスペースあるんだったら置いといていただいてもいいのかなと思いますんでね、今回ね、ちょっとね、あのお客様の方でね、私がね、あの担当とかね、私がね、担当しているというかね、私はちょっとね、伺ったお客様のところでね、これ置いとこようかなというところでね、作ったというところになりますんでね、まあ作り方がね、そんな難しいもんじゃないんでね、作っていただいてね、まあ置いとくっていうのも一個いいんじゃないかなと思います。あとね、これ YouTube でね、これ作ってる動画がね、多分ないんじゃないかという風なね、感じになりますんでね、YouTube でね、あんまり誰もやってないことばっかりね、やりたいというね、私の気質がありますんでね、まあ今回ね、作る動画もね、撮影いたしましたんでね、ぜひとも最後までご視聴いただきまして、参考にしていただけたらなと思っております。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということでね、早速お話のをしていくんですけれども、まずはですね、作る前にね、関森石が何なのかっていうところをね、軽くね、お話しさせていただきます。読み方ね、関森石という風な感じですね。発音ね、関森石なんじゃないかなと思うんですけれどもね、住んでらっしゃる地域によってはもしかしたらね、イントネーション変わるのかもしれないというふうな感じですね。関森石。シュロ縄が結ばれていて飛び石に据えるよというものなんですけれども、なんかね、飛び石の上に、要するに置くんですよ、こうやって。据える。置くだけです。で、それはですね、何の意味があるかっていうと、こっちにこれ以上行かないでくださいねっていう時に置くと。だから、例えば分岐してる。ね、飛び石がこっちには歩いていっていいですよ。でもこっちはね、もう行けませんよとかね、行かないでくださいねっていう時に、これをですね、置いとくと。飛び石の上に置いとくという風になります。通行してはいけないよと。まあ、通行してはいけないっていうよりはね、まあ、ニュアンスとしてはですね、やめといてくださいみたいなね、要するにニュアンスなわけですよ。まあ、遠慮、どうぞ遠慮なさってくださいみたいなね。そういう感じのニュアンスと。まあ、入んないでくださいだったらもうね、門みたいなやつこうやってやるしかないとかね。なんか違うやつを置くっていう場合もあるんですけれども。まあね、そっちじゃないですよ、みたいな。そっちじゃないですよ。あ、これが置いてあるってことは、こっちなんだな。っていうふうに、判断していただければいいと。まあ、通行してはいけないよというようなね、意味合いがあります。で、持ち手になるですね、握りを作るのが一般的と。だからさっきはね、ずっと僕石持ってたんですけども、本来はね、ここをね、持つと、こうですかね。こうですかね。まあね、どっちでもいいんですよ。まあ、とにかくここ持つというふうな持ち手がつくというのが一般的になってますね。まあ、ただね、私が見てきた関森石ね、この持ち手ないよっていうのもね、あったんですよ。まあ、別に、どかさないでずっとそこ置いとくのであればね、もうそう風景の一個みたいな感じにしますんで、まあ持ち手が別になくてもいいのかなとは思うんですけれども、普段ね、移動させるよっていうのがまあ基本になるのかなとは思いましたんでね、あんまり大きくない、置きやすい持ち手がついてる。まあこの辺ぐらいがね、まあ関森石やるのにね、まあそういうもんと。だからまあ持ち手になるね、この握りっていうね、名前がついてるんですね。これをですね、作るのが一般的というふうになってますね。あとね、違う呼び方でね、呼ばれるよという場合もありますね。止め石とかね、関石とかね、踏み止め石とかいうふうに、言われる場合もあります。まあ、いろんな呼び方あるんですけれども、まあ、要するにこれですね、これ。これが、ここを持って行っちゃいけないよのマークになっているというふうになります。ですんで、まあこれがあったらね、あ、なるほど、道順はそっちじゃなくて違う方なんだというふうに、思っていただければいいと。で、これ作るのも別にそんな難しいもんじゃないんでね、今回作ったというふうになってます。じゃあ早速ね、作る方のパートに参りますね。どうぞ。はい。じゃあ早速ね、作っていくんですけれども、これね、なんかね、置きやすいやつの方がいいですね。こう置いた時にね。グラグラに、あんまりならないやつがいいですね、こうね。まあ、こうでもいい、こうでもいいんですけど、まあ、こうの方がね、見た目的にはいいかなっていう感じですかね。四角いものでもいいし、三角のものでもいいしね、まあ、なんでもいいのかなっていう感じですね。で、今回ね、手頃な、このぐらいの、まあ、握れる、持てる、軽くね、持てるぐらいのサイズ感のやつがいいですね。で、シュロナはね、これですね。一本のもので売られてるのと二本ね、なって売られてるやつあるんですけど、どっちでもいいです。で、これをね、二本にこういう風にしてね、二つで使うというような感じですね。で、これをですね、もうそんなに難しくないんでね、こうしてね、反対でですね、
十字をこう作ると。なんか新聞をね、新聞とかこう雑誌をなんか縛ったりするような要領でね、こうですよね。十字ね。こうですね。新聞とか雑誌をね、縛ったことある方だったらもうこんなのできるんじゃないかという縛り方をまずしてですね。で、このね、上のところでなった方がいいんじゃないかなと思うんでね、三角だとね、もしかしたらちょっとやりにくいかもしれないんですけどね。こういう風にしといて、ここはまだ特に何もなってないんですが、これをね、まあ、普通にこう縛るんですよ、ここで一回。こういう風にして、こうですね。ここはね、固くないといけないっていうのがあるんでね。こういう風にして、折り返す。こういう風にして、こうね、折り返すと。折り返すっていうか、まあ普通に縛るような感じですよね。こうね。普通に下通してこう縛っただけです。こうですね。こう。そうするとこうなりますね。こうなりますね。このまま、位置をね、気にしてあげた方がいいですよね。で、このままね、普通に縛るんですよ、一回。はい。もうこれでね、ほぼほぼできてるようなもんですからね。これでもほぼほぼできてると。あとはですね、この上をね、なんか飾り結びみたいなやつにするだけなんでね、もうほんとこれだけと。で、ここの飾り結びの部分がほんと何でもいいんですよ、別に。だから、まあ、何でもいいと。何でもいいって言ったらあれなんですけどね。まあでも大体ね、オーソドックスなやつちょっとね、やっていきますんでね、これね、こうでもいいしね、これ下ね、多分通してもいいのかなと思いますんで、下をね、下を通して拾い上げていくっていうような感じでもいいのかなと思いますんでね。こうですよね。ここまでですよね。こうで、この、ね、下をね、下拾い上げるとでもね、うまくこの噛まない場合もありますんでね。ギュッてなってるかどうかってすごい大事なんでね。ギュッてやって普通に結ぶだけと。閉まるんじゃないかなと思いますんでね。まあこういう風にしてあげると。ごめんなさい、ここがねうまくねこっち行ってないですね。これうまくいかないとダメですよね。ここの辺がねちょっと四角じゃないとねうまくこれがならないんでね、ここにこうなった方がいいんでね、この辺でギュッとギュッ、これもちょっとこっちの方がいいのかな、感じですかね。こうですよね、ギュッとで、普通に縛ると。縛ると。ぴったりですね。十字になってて、このね、隙間もあまりないと。あんまり動かないぐらいの感じのね、やつがいいんじゃないかなと思います。あとはここを飾り結びしていくんですけど、この結ぶのもね、これですね、こうなってますよね、片方。で、片方はこうなってますよね。で、ここ切っちゃう。切っちゃわなくてもいいんですけどね、分かりやすいようにちょっと切っちゃいますね。で、ギュッてなってるのが大事で、これをねオーソドックスなパターンのやつはね、ねじるだけなんですよ。こうやってこうやってねじる、ねじるだけです。こうやってねじる、ねじって一本にしていくんですよ。でこれをね結構ね綺麗にこうねじっていくと、こういう感じですね。で、押さえたまんまじゃないといけないんでね、このまま押さえたままね、こっちもねじると。こっち、こっちね、こっちです、こっち。こうやってねじるんですよ、どんどん。こうやってね、ねじる。で、これある程度ね、長くないとね、うまくいかないんでね、ある程度長さ取ってあげて、こうねじると。こういう感じですね。で、さらにこれをですね、これをさらにねじると。さらにねじる、ねじりっぱなしですね。この状態でさらにねじっていくと、ねじっていく、
こうやってね、こうやってねじってるだけです。そうするとねじったやつとねじったやつがこううまくね一本に見えるようになると。でさらにこれをねこういうふうにやって、これ今何やったかっていうとね、折り返しただけですね、こうやってね。であとここでこう輪っかを作ってあげて、これ輪っかを作って、輪っかを作ってあげて、こうこうですね。でここに入れるんですよ、こうやって。そうするとそのまま縛れるというふうになりますんで、こうですね。でこれをこう入れてあげるだけと。そうですね、色がもう黒だからもうどこがどうなってんのかちょっと分かりにくいんですけどね。実際ね自分でやってみると、ああなんだこんなもんかみたいなね感じになるんですよ。これなるべくね下なら下の方がなんかかっこいいんじゃないかなって思いますんでね、なるべく下の方にこうやってやってあげて、ここ引っ張ればもう縛れますんで、ここはね縛れてると。でここちょっと短かったですね、だからまあちょっとね長さね大事だなと。これこっちだけ長くなっちゃったみたいな感じになっちゃいますんでね、ちょっとじゃあもう一回ね最初からやってみましょうね。まあポイント何個もないんでね、まあさっきの反省を踏まえた上でね、半分に折ってここがねちょうど中心に来るようにやればいいのかなというような感じですね。ここがね十字にならなきゃいけないんで、スタートはこっちから始めて、新聞をねこう、新聞とか雑誌をねこうね縛る要領でこうですよね、普通にね。こうですね、こう。これもねなるべく中心の方が、まあでも裏なんであんま見えないんですけどね、でも中心の方がね、綺麗に見えるというような感じだと思いますんで、こうして紐がねどっちから来てるのかっていうのを意識しつつ、ここでねここでですね、こう軽くねこう なるようにしてあげると、こうなるようにしてあげるということですね。ですんでこれを普通に下から入れてあげるといいんですね。はい、これでだいぶねギュッてなってるんじゃないかと。もうちょっと頂点の方がいいですね、ないかな、こうですね。であとはここで一回縛ると、この縛ったのがほどけないように一回縛ってあげると、ね、これを普通に一回縛るとこうですね、こうです、こうです。だからこの普通にこっちでね一回やってみるとね、縛るのはもう普通にこう縛ってるだけなんですよ、ギュッとこうやって普通にね、ここで縛ってるのは普通にこう縛ってるだけです。これをこう縛ってるだけです、普通にこうですね。でさらにもう一回こう縛ってるだけと、ね、でこれはもうここでこうギュッとなってればギュッとなりますんで、こうですよね、こうなってますんで、シュロのねカスが出ますね。でこれをですねこうねじると、こうやってこうやってねじると、どんどんねじるだけです。こうやってこれねじり方向どっちでもいいんじゃないかなと思うんですけどね、僕右利きなんで、なんかこっちにねこっちにねこっちにこうやってねじってますね。ねじる方向あるのかな、いやないんじゃないかな。ユニックとかあと玉掛けとか取るとね、これねじる S 字巻きなのか Z 巻きなのかってね習ったりしますよね。こっちも巻くと SS 巻きなのか SZ 巻きなのかみたいなね習いますね。そしたらこれをさらに2つ同時にこうねじっていくと、2つ同時にこうねじっていく、2つがねじられてるようにして2つ同時にねじる、長さが合ってないとね緩んできちゃうんじゃないかな、ここはね。こうですね、こうねじってるだけです、ここは。
で、ここぐらいからね、こうやってやると、これがまっすぐね、これ立つんですよ、こうやって。うまく、巻かれてると、こうやって。こんな感じですね。あ、もうこれでいいんじゃないか。うまくね、こうなるんですよ、勝手に。そうすると、あとは、ここで縛ればいいんですけど、これをですね、こう。このできた輪っかの中に、入れ込むだけと、ここに。こうでも同じですね。どっちでも同じです。で、この輪っかの中に入れるとこれだ。こう入れる。で、こうかぶせていくような感じでこうやってやると、ここで縛れると一番最後ね、ここが。こういう状態になるわけですね。ここが結び目ですね。こういう状態になりますんで、ここをこうギュッと引っ張ってあげるとこれ出来上がりと。もうちょっとなんか下の方にやりたいなみたいなね感じかなと思うんですけど、まあでもこれでね全然いいんじゃないかと。で、最後ねここの始末だけねしてあげると、まあ別にここねこうやって縛ればいいだけで、最後の始末ね一個ずつこうですね、一個こっちも長さをね揃えてあげた方がいいのかなと思いますんでね、まあこれでいいかな。1個、全部で4個ねありますんで、4個これでね始末してあげたら終わりと。はい、出来上がりというふうな感じになりますね。そんなね、まあ難しいもんじゃないんでね、まあ別にできるかなとは思いますんでね、やりたい方ね、挑戦してみたい方ね、やってみていただければなと思います。はい、というような感じでね見ていただいたと思うんですけれども、まあそんなにね、まあ難しいもんじゃないと。ただね、作るの自体は難しくはないんですけれども、あんまりね作ってもね、自分が1個作ったらもう自分の家の庭に1個置いて終わりみたいなね感じになりますんでね、そんな大量に生産するもんじゃないですし、植木屋さんとか庭師さんとかやってたとしてもね、まあそのね1から10まで全部やってくださいねっていう時に、あんまりねこれをね置かしてもらうみたいなパターンってねあんまりないのかなと思います。私もね、置かしてもらうのね、10年以上ね庭師やってますけれども、まあ1回2回あるかないかというようなね感じなんでね、ですんでね多分 YouTube でもこの動画がねなかったんじゃなかろうかというふうな感じですね。まあ動画がないっていうことはね、再生されないんじゃないかなっていうことにもね、なってるんじゃないかなと思いますんでね。まあ、よっぽどね、好きな方、植木のことが好きな方、お庭のことが好きな方、もしくは、まあ、私のことがね、すごい好きな方がね、見ていただいてるんじゃないかな。あとはね、なんかね、知っといた方がね、今後勉強になるかもしれないなというね、庭師さんも見ているかもしれないというようなね、感じの動画になってますね。というような感じでね、今回ね、関森氏の話しているんですけれども、まあ、あんまりね、再生されなくても、まあ、別にいいかなっていうところでね、やっているという風な感じですね。置きたい方ね、ぜひとも自分でね作ってもね、やれますんでね。まあポイントとしてはね、今回ねちょっと三角っぽい感じのやつ選んだというか、まああったやつ使っただけなんでね、石があるんでね、石あるんでそれね再利用してるだけなんで、その四角になってるやつの方がやりやすいかもしれないし、丸くなってるやつでもいいし、とにかくねポイントとしてはやっぱ置いた時にグラグラあんまりならないよっていう面がある方がいい。あとは重くないものじゃないと持ち上げられないんでね、まあ軽めのものがいいと。で、軽すぎてどっか飛んじゃうみたいなのっていうのもまああんまないのかなとは思うんですけれども、まあ一応ねそのぐらいのポイントしかないというふうな感じになりますね。今回ね、こういうような感じで作りましたんでね、ぜひともね、皆さんも作りたい方いますかねよくねいるのかなちょっとわかんないですけどね。まあね動画なかったんでね作ったというふうな感じになっております。ということでですね、本日は関森氏のお話をしております。チャンネル登録もですよという方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。